肥料。肥料、肥えかけ、肥料とは、植物を生育させるための栄養分として人間が施すものである。土壌から栄養を吸って生育した植物を持ち去って利用する農業は、植物の生育に伴い土壌から減少する窒素やリンなどを補給しなければ持続困難である。そこで、減少分を補給するために用いるのが肥料であり、特に窒素。 リン酸カリウムは肥料の3要素とこれる。肥料成分としては他にカルシウム、マグネシウムを加えて肥料の5大要素である。さらに銅、亜鉛など合計17種類は必須元素と呼ばれる。肥料は無機肥料と有機肥料に対別される。前者は無機物が主であり水に溶けやすいが流出もしやすく長期間の使用によって 土壌障害の原因ともなる。後者はぬか、草木海、魚カス、糞など有機物であり、発酵などによって分解され、無機物となって植物に吸収される。2002年には一部は有機物のまま吸収されることが判明している。日本の肥料取締法第2条第1項にて、植物の栄養に供することまたは、植物の栽培に資するため土壌に、 科学的変化をもたらすことを目的として土地に施されるもの及び植物の栄養に供することを目的とて植物に施されるものを言うと定義されている。したがって土壌に施されるものだけではなく葉面散布などの形で施されるものも肥料と呼ぶ。反面、養分としてではなく土壌の解質のみを目的としたものは肥料とは呼ばない。また、 人間が施したものではなくもともと土壌中に含まれていた栄養分については一般に肥料分などと言い訳ことが多い。人類が紀元前3000年の頃から始めた農業の歴史上、不足し続けているのがン産である。その原料のン鉱石の枯渇が今心配されている。ン鉱石の80%が肥料用に使用されており、 イギリス用紙によると最悪のシナリオとして過去の消費から年3%の伸びを見込むと消費量は2060年代には現在の5倍になり経済的に採掘可能な林鉱石は枯渇してしまうことになるという現実的なシナリオでは2060年代に残存光量は50%になるとされている日本は林鉱石の全量を輸入に頼っており その多くを中国に依存している。国際肥料工業会によると、林産肥料が使用される、主な作物とその割合は、小麦が18%、野菜、果物が16%、米、トウモロコシがそれぞれ13%、大豆が8%、砂糖、きびが3%、麺花4%となっている。多少の遺説はあるが、植物は、 一般的に次の元素を必要とする。以上の元素は必須元素と呼ばれる。これら17の元素のうち1つでも欠けると、植物は正常に生育しないか故する。これとは別に必要ではないが、植物の成長を助ける元素、有用元素があるナトリウム、ケイ素、セレン、コバルト、アルミニウム、バナジウム。必須元素の一部は肥料で与える必要はない。 水を構成する水素や酸素、空気中の二酸化炭素に含まれる炭素は、肥料で与えない。日本では、塩素と洋は、濃厚土壌に何も与えずとも不足することはないため、わざわざ肥料で施すことはない。鉄、亜鉛、銅などは、植物の成長には微量で十分であり、通常の土壌で不足することは少ない。ただし、強いアルカリ性の石灰質土壌や海化石土壌、 当では、これらの金属イオンが水に溶けにくく、植物に利用されにくい。植物が不足症状を受けることがある。この場合、不足した金属元素を肥料として与えることで生育を改善できる。溶液栽培など土壌からの供給がない場合は、蒸気の栄養素をすべて与えてやる必要がある。窒素、リン酸、カリウムを肥料の3要素という。 特に植物が多量に必要とし、肥料として与えるべきものである。肥料の3要素に、カルシウム、石灰とマグネシウムを加えて、肥料の5要素という。前期の石灰、工土に加え用を足したものは、中量要素と呼ばれている。硫黄が5要素に含まれていないのは、通常土壌に含まれている量で十分であり、あえて肥料として使用する必要が少ないからある。 さらに他の鉄、マンガン、ホウ素、モリブデン、亜鉛、銅、塩素は微量要素と呼ばれている。これらは必要な元素であるが必要な量は微量であり、大抵土壌や肥料に含まれている量で十分な、場合多く過剰障害も生じやすいことから、微量要素肥料の使用には十分な配慮が必要である。両面散布等で使用すると効果的な場合がある。 肥料は多くの種類があり、分類の方法も何通りかある。大別して有機肥料と無機肥料に分類できる。両者を混合したもの、配合肥料も存在する。両者の成分は大きく異なるが、植物に無機化合物として吸収される点は共通する。有機物、有機資材を原料とした肥料、有機質肥料とも言う。 有機肥料を使用することと有機物を使用することも混同されがちであるので注意が必要である。有機物により土壌内の微生物に栄養分が与えられるため無機肥料よりも土壌に良いと考える人もいる。ただし農業は肥料だけで行うものでないため一概に有機肥料が無機肥料より優れているとは言えない。例えば完熟していない有機肥料では悪臭。 ガス発生、害虫発生等の問題が発生することがある。肥料を発酵させることによって、養分が分解され利用しやすくなり、有害菌が増殖して病害が起こることを防ぐことができる。有機物は、時間をかけて分解され、その後植物に吸収されるため速攻性は低いが、その代わり土壌に長期間蓄積される。従来、植物は、 基本的に無機物を吸収し栄養としていると考えられてきた。ほとんどの栄養分は無機物として吸収されるが一部の有機物はエンドサイトーシスにより養分として取り込まれることもある。タンパク質の場合、細胞内にタンパク質を取り込んでからタンパク質分解酵素で消化して利用する。アミノ酸では直接利用されるものがある。このため、 有機物の肥料としての有効性も研究されてきた。2002年には独立行政法人の農業環境技術研究所が植物が根から無機質ではない有機質のタンパク質様窒素を吸収することを証明している。ぼかしえとは有機肥料を発酵させて飛行をぼかした穏やかにしたものを言う。原料となる有機肥料は油かす、米ぬか、鶏粉。 魚かす、骨粉など多様である。無機肥料を加えることもある。ぼかし、ぼかし声量とも言う。ぼかし声には大別して、土を混ぜるもの、混ぜないものの2種類ある。前者は、有機肥料に、土、粘土質なものが良いを混ぜ、50摂氏55度以上に温度が上がらないようにして、発酵させる。通常、堆肥などを発酵させる場合は、 もっと高温で摂氏70度以上になることがある。一方、後者は有機肥料に水を加えて発酵させたもので、市販のぼかし声はこちらである。無機物を主成分とした肥料で、工場で科学的に生産されたものが中心であるが、天然の鉱物もある。また、炭素をその素性に含まないものと理解する場合もあり、その場合、尿素は有機肥料とする。 多くのものは水に溶けやすく速効性があるが同時に流れやすくもあるため定期的に肥料を追加する必要がある。また有機物の量が少ないため長期間使用すると土壌障害の原因となる。悪臭、ガス発生、害虫発生などの問題は発生しない。無機肥料の持続性がないという欠点を克服するものとして地効性肥料がある。これは肥料を樹脂。 医用でコーティングしたものであり、コーティングの厚さにより有効に数、1ヶ月から1年程度まで各種が調節されている。また、窒素に限れば、消化抑制剤などを尿素と混合し、地高性としたものもある。追肥するのが困難な道路斜面、地産、砂防の現場の緑化資材として開発されたが、その手軽さから、園芸資材としても広く普及している。 科学的に合成された無機肥料を化学肥料という。化学肥料の誕生以前は単位面積あたりの農作物の量に限界があるため、農作物の量が人口増加に追いつかず、人類は常に貧困と飢餓に悩まされていたトマス・ロバート・マルサスの人口論。しかしハーバーボッシュ法による窒素の化学肥料の誕生やカリン酸石灰によるリンの化学肥料の誕生により、ヨーロッパや 北、アメリカでは人口爆発にも耐えうる生産量を確保することが可能とった。化学肥料で肥料の三要素の一つしか含まないものを単皮という、ただし有機、無機に関係なく一種類の肥料という意味で単皮ということもある。単皮を混合して肥料の三要素のうち2種類以上を含むようにしたものを複合肥料という、複数の単品に 科学的操作を加え、肥料の三要素のうち2種類以上を含むようにしたものを化成肥料という。化成肥料で肥料の三要素の合計が30%以上のものを高度化成といい、それ以外を程度化成という。化成肥料の成分は窒素リン酸カリという表記で表される。例えば、8から8から8という表記であれば、窒素、リン酸、カリが 核8%の程度化成とわかる。肥料、種として、化学肥料を、酸性肥料、中性肥料、アルカリ性肥料とペーハーにより分類することがある。このような分類を行う場合は、口実するが、化学的なものと生理的なものの二通り見方がある。化学的と生理的な分類は一致する場合もあるが、一致しない場合がある。例えば、 肥料取締法によると、肥料は特殊肥料と普通肥料に分類される。人糞、動物、家畜の糞尿など自給できる肥料に対し、金を出して金銭を払って購入する肥料を金肥、金え、金肥と称される。活力剤、活力液などと呼ばれているものは、肥料とは異なり、さらに異なる二種類のものがある。法律上、肥料ではなく、 肥料としての効果も認められないが、一般に肥料と誤解されているものとして、以下のようなものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。